六条の音ども書くと聞こしめしてけり最初常よりも光添いてまりたまえればうち守りたまいて今朝はいかに文など物質や咲かしき人も女の筋には乱れるためしあるを人悪く書かずらい心いら,せ心いられせでぐされたるなん。 少し人に抜けたるける恩心と覚えける。おとどの身を着てのあまりすくみて名残なくくず掘れぬ犬をよしとも言いずることあらんや。去りとても我が肩たけを思い顔に我が肩たけを思い顔に心おごりて 好き式心ばえなど漏らしたもうかな、漏らしたもうな。さこそ、おいらかに大きなる心をきてと見ゆれど、下の心ばえ大叱らず癖ありて、人、見えにくきところ付きあい、つきたまえる人なり、など、例の教え聞こえたもう。古と打ち合い、見やすき恩あわいとおぼさる。 みこともみことも見えず少し少しか少しがこの髪ばかりと見えたもほかほかにては同じ顔を写しとりたるとみうるをお前にてはさまざまあなめでたと見えたまいりおとどは薄きおんのうし 白き御んぞのからめきたるが、門けざやかにつやつやとすきたるをとてまつりて、なお突きせずあてに生めかしゅうおわします。最初殿は少し色深きおんのおしに、長じ染めの小がるるまでしめる、白き綾の懐かしきをきたまえる、ことさらめきて縁に見ゆ。 えー、六条の弟六条の屋敷の主でいらっしゃるつまり源氏の君もことの次第を一部始終お聞き遊ばした最初常よりも 光そいて参りたまえれば最初は夕切りですね、えー、夕切りの君はいつもよりも光そいて晴れ晴れしくキラキラしい様子で参、えー、上なすったからしてその様子を源氏が じっとご覧になってここから源氏らしいやはり夕霧に対する訓戒の言葉こういう時こそやはり心を慎重に持って振る舞わなければいけないというふうな、えー、訓戒の言葉が出るわけです。らしいいところです今朝はいかに まあ事柄とそれから声が遂げられたその胸躍るような気持ちと尋ねている父親として尋ねている言葉ですね「今朝はどうだい?」「どんな思いだい?」「絹喰の文なんかもう使わしたかい?」 高しき人も世に賢明な人も女に関わる筋合いのことになるとつい乱れてしまうことが世の例としてあるものだがあの人はなかなか立派だ判断も的確だ。 言われている、そういう人が女性に関することになるというと途端に見られてしまう前例というものがあるもんだが人はろく書かづらい。 そばから見ていて見苦しいほどに関わりあったり心いられ背で潰されたるなん、心焦ることもなくそういう時 されることがまあ今度のお前さんの振る舞いなんかはなかなかよかったがそういう時に心焦りしないで身を貯したことが少し人に抜けたる御恩心と覚えけるお前さんの 少し他の人に抜け出て優れているところ優れている心と私には思われるよここは珍しく夕霧を認めて褒めているわけですね。これは、あの内人が少し意地悪いほどに、二の間を、 せき止めたりあるいはことに夕霧に対して冷たく当たったりしているそのことをそんなに反抗的に振る舞ったりしないででことが今成就したわけでそれを光源氏は見,見届けていって褒めているわけですね。おとどの身きの身をてあまりすくみ の内大臣という方は心の持ちようがあまりに壮ばっていらっしゃったのが今回は名残なくそのかくなさが自然に崩れていらっしゃったのが。 世間の人も言いずることあらんや。世間の人たちも同じような形同じような気分でそのことを評判することあるだろうよそうは言うものの我が方竹を思い顔に俺の方が勝ったんだなどというふうな 思い上がった様子で心おごりして心高ぶって傲慢になって好き好きしき心映えなどを漏らしたもうな浮気っぽい心のほどなどを外に漏らしたりなんかなさるなこういう時こそ慎重にというふうに言ってるわけですね。 さこそおいらかに大きなる心をきてと見ゆれど大体あの内大臣という人はさこそおいらかに心がかなり度量があって大きい人のように見えるけれども一見 大らどれよの広い人のように見えるけれども下の心場へ大しからず癖ありて実は内心のほどは惜しくなくって惜しいところがなくって変に心癖が悪くって。 と見えぬくいところ、月給える人なり。付き合いにくいところが、終わりになる人なんだよ。これはもう今までの、この内大臣とのいろんな。体験で。若い頃は、割合に気の合った、親友同士だったんだけれども。 くらいがそれぞれ高くなってくると、なかなか付き合いにくい面がいろいろ出てきたわけですね。そのことを源氏は夕ぎりに悟しているわけです。瞳に見えぬくきところ、なかなか付き合いにくいところが 終わりななる人なんだ」などといつものように教え夕霧に対して諭しておっしゃる夕霧は「こと打ち合い目安き恩が淡い」とおぼさる今回のこの「雲の狩り」との「 間のことがこんなふうに言ったのはあ、ごめんなさい、えー、そんなふうに光源氏がまあ夕切りにお殺しになっておっしゃるそしてこの二人の間から 夕霧と雲江の狩りとの縁談はこを打ち合いいかにも似つかわしい間柄であってふさわしい間柄だふさわしい縁だ ふさわしいご縁だったとお思いになるこのお二人のそんなふうにして話し合っていらっしゃる様子それは浮気から見ていても親子とも見えずこのお二人が親子だと。 とても見えないで、少しこの神ばかりと見えたも源氏の君の方が少し年上のお兄さんに違いないというふうにお見えになる「ほかほかにては同じ顔を写しとりたると見ゆるを」お二人が別々にいらっしゃる時には同じ顔をまるで生き写しのように、えー 似つかわしくいらっしゃると見えるのだがこうして眼前にいらっしゃる様子をお見受けするというとさまざまお二人をこう見比べて見ているとほとんどお役の人は見えないでそれぞれ「あ晴らしい」 ああ結構だとお見えなさっていらっしゃる現地の弟の方は色の薄い色合いの薄いまあ花だ色の女押しをそして、えー、白い音像をおそれは絡めて いる布の間で織、えー、り模様の上に、つまり織り紋の紋が鮮やかに、えー、くっきりと浮かび上がっているそういう記事なんですね。つやつやと透き通るたてまつりで、たてまつりはもうたびたび出てくるように生地、えー、が。 お召しになるそれを脇の者が、えー、奉仕しておきせ申すいうふうな言い方でたてまりてというふうに言ってるわけですお召しになってと訳しておけばいいわけですつやつやとしての門の突き出た 御恩蔵をお召しになってなお尽きせずあてに気品高く美しくいらっしゃいます一方最小殿の方は若い夕切りの方は、うん、少し色深き御恩のおしに現地の方の色薄い 花だ色の脳死とちょっと違って若い方の方がこう色の濃い脳死を着ているわけです。少しいる深き脳死に長寿染めの長寿染めっていうのはあの、えー、赤みがかった黄色ですね少し派手な長寿染めの焦がるまで染める色濃く染めた そして、白き綾の懐かしき内儀を、まあ、優しい感じのする白い綾の内儀をお気になっていらっしゃる。ことさらめきて縁に見える格別な感じでなんとも縁な感じに。 見まあこの親子の割合に気持ち明るくいる場面ですね。